あ、この人だ。リバリーを買った。あ、日の丸ついてますよ。あ、買った甲斐があった。じゃあこの人のお供についていきましょう。どちらまで？まあ、自衛隊機じゃないですけど、エスコートしまーす。はいはい。行きましょう、行きましょう。なんて書いてあるんだ？あの、いいね。買ってよかったな、リバリー。やっぱり買っとくもんだな、なんと、なんでも。なんでもってことはないけど。インスピレーションオブジャパン。ほう、なるほど。インスピレーションが必要なんだな。インスピレーションってなんだろう。直感みたいな、霊感みたいな感じの言葉、日本でよく使われる意味としては。うわ、かっこええ。やっぱりこう旅客機、架空のあのなんていうのかな、標準だと航空会社の塗装みたいなのが多いので、突然こう本物のやつが出てくると、あれなんだろうな、機体番号が出るところなのかな。この前から白い四角形が相手の飛行機のところに出るんだよな。なんだろう、やっぱりリアル感が、リアル感っていうかこうなんか増しますね、増し増し、リアル感増し増し。方角的には南に進んでおらっしゃいますな。おお、オール日本エアウェイズだったっけ。なんか地中の付け根のところのデスク土がなんかうまく貼られていないような、あ、なんか出てきた、ちゃんと今度は見える。あ、なんか近づくとダメだな。おお、ちょっとツレツレになったから幽霊になっちゃった。痛い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 。どちらへお出かけでしょうね。お客さん乗せてるから旅客機は墜落できないですよね。まあ、ゲームだから乗ってないけど、こういうメタ的な発言はあんまり良くないのかな、やっぱりゲームを楽しむ上では。お客さんいっぱい乗ってるからね、責任が重いですよ、そら。私もね、機体はまあ高価な機体という、ね、昔、いくらだっちったかな、大昔の話ですけど、自衛隊の F-15J 戦闘機ですね、1機90億円とか言ってましたからね。もう90億円っていろんな整備とかパイロットの育成にもお金がかかるだろうし、90億円ではお店に行って90億円ポーンと払ってもうちに持って帰ったとしても、そのまま乗れるわけじゃないですからね。もっとすごいお金がかかるんだと思うんですけど、まあ、こういう飛行機もそうでしょうけどね。まあまあ
ゲームの中だから落とし放題ですよ。どちらにおいでですか？南の方へ、南の方へ向かっておらっしゃいますな。南の方ってあんまり行ったことがないな。新鮮だな。なんとか諸島とか小笠原諸島とか、あっちの方においでですか？おいでですか？いいけど、燃料 50% ぐらいは確か積んでたはず。もう音もしますね。とりあえず。お、進路を東にちょっと変えとりましたね。ちょい速度っていうか、どこに行くんでしょうかね。東南に向かっていらっしゃいますけれども、外国まで行くとなるとちょっと燃料が全然足りないように思うのでございますよ。はるか太平洋の上にいますからね。あ、まあそうか、この前燃料をいくらでも増やす方法を得得したから大丈夫か。大丈夫です。なんていうのかな、全日空の機長、大丈夫です。燃料いくらでも増やせます。この前そういえば燃料の増やし方のを覚えたんでした。どこまででも音もできますぜ。
なんか船みたいなものが走ってる。こんなの初めて見たな。なんとなくあれっぽいな。あの衛星写真、衛星写真のなんかに写っちゃってる船とかたまに見かけますけど、なんとなくあれはフライトシミュレーターのオブジェクトっぽい船でしたね今のは。見に行きたいですけど、護衛任務をちょっとおろそかにするわけにはいきません。全然護衛なんかしてないですけどね。周りにも警戒してないし、このゲームミサイル撃たれないですから大丈夫です。このまま羽田に引き返すっぽいですね。こっちの方が日が当たってて綺麗か。今度はほとんど真北に向かっておりますな。B737748 A20N ダークスター。なんか知らんけどダークスター見ると笑っちゃう。みんな超好きだな。ほらまあ気持ちはわかるけども、まあダークスターでももうあの何でミッションっていうかチャレンジみたいなので一回乗りゃ十分だな。総飛行時間あれなや3ん40分くらいかな。あれはもっと飛んでるわ。その前になんかミッションする前に何も知らずに飛ばして全然あの超音速に達しなくてなんじゃこらと思ったフライトがあったから1時間以上は乗ったな。ダークスターはすぎゅーん。 B737
ギューン。ビューンっていうほどビューンしてないな、今度ちょっと離れちゃったから。本当に美しいゲームですなぁ。骨だだよね。今は牧田に向かってらっしゃいますね。どこら辺なんじゃ。さっき地図出したけど消えちゃったから何も分からなくなっちゃった。まだ燃料は全然大丈夫。ストーカー最高。ゼニック万歳。いくらぐらいだったかな、リバリー。わ、もう自分で買わない。あ、でもこれ勝てなくても見えるのかもしれんな。よくわかんないんだよな、リバリー。そういえばスーパーホーネット海兵隊のリバリー、私自分では選べないけど画面では出てきました。もしかして買ってなくてもこれって見れた、そういうこと。もしかして自分あの買っといてよかったと思っているのは、誤りで、実は買っても買ってなくてもこの全日空のリバリーは見えたということであるのか。どうしよう。そう、まあでも買ってたから見えたことにしといた方が幸せですよね。でもなんか今まで、いろいろつらつらに思うと、もしかして買ってなくてもこれは見えたのではないか。あの1200〜1300円したと思う。1000円ぐらいだったかな、ちょっと全然覚えてないけど、あれは全く無駄な投資だったのでは。全日空の飛行機が見たいなと思って買っただけなんですけど、もしかして無駄な投資だったのか、あれは。いや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 、人生に無駄なしって言いますからね。無駄なことなんかないはずですよ、論理的には。ビューン。迷惑この上ないな。ビューンじゃねえよ。このパイロットの人がニアミスの報告書かなんか書いてるかもな。本当にちょろちょろ目障りなんだ、タクヤみたいな。俺 F15 持ってねえから、お前ただの旅客機に見えんだよな、みたいな感じかもしれないですね。そんな時そんな後悔をしないためにも F15 一機買っておく。どうも4000円ぐらいだったら5000円近いのかもしれないですね。4700円だったかもしれない、この前なんかちらっと見たら。5000円をでも乗りもしない飛行機のために買うのはちょっとなかなか難しいかな。でもまあ見たきゃ見たい。でもこのゲームの中でその飛行機が見たい、まあ、私ぐらい遊んでれば全然損はしないと思いますけどね。見たいためだけに買った戦闘機がいっぱいありますからね。ただその場合なんていうのかな、
あのどうしても他力本願になっちゃうので、それに乗ってくれる、あ、なんか海に出てる、これもう日本海に出たってこと、北に向かってるってこと、あ、まあなんだろう、いや、他力本願になってしまうのはどういうことかっていうと、その飛行機を持っていて原理上このフライトシミュレーターの中でその飛行機を見ることができても、それに乗っているパイロットがたまたまいないと全然見えないっていうね、あれです、一回も見たことがない飛行機が何機かあります。F104 これは見たいですね、持ってんですけどね。さっきなんかアップデートが来てましたよ、 F104、スターファイター、なぜか複雑型、複雑型と短座型の両方入れてくれればいいのに、結構高かったですよ、あれも4000円ぐらいがまあまあ高級機の目安なんですけど、私からすると。この F15 の子めっちゃお得ですよ、なんだっかな、4700円だかなんかすんですけど、この F15C、 それからその複雑型 Dからストライクイーグルっていう、まあこれのアップデートされた F15E っていうのはもうコックピットから全然こんな古めかしくなくてアップデートされてますけどね、複雑型だか私乗らないけど F15E からイスラエル型の F15S だったかな、イスラエルのリバリーのもありますよ、あれ E のリバリーのバリエーションなのかな、ちょっとわかんないですけど、短座も複座も両方入っててこの値段、トムキャットも同じぐらいの値段したんだと思うんですが、あれも A 型と B 型入ってんですよね。まあ形はあまり変わらないかもしれないけど、トムキャットはエンジンとか変えてるだけだから。あと F16 も結構、なんか、F16 でも全然見たことないから、あまりよくわかんない。適当なこと言うのやめとこうか。何の話だっけ。なんとなく日本海に出ているのではないか疑惑が今出てるっていうことですね。ちょっと地図出したいな。マウスが右手側にあるんだよね。っていうか、そう、変態飛行してる時ってスロットルも操縦桿も両方とも握ってないとダメなんだよな。地図を出すだけなら出せるんだけど、出すだけ出してみるか。じゃあちょっと、これでちょっと調整しんと、この地図役に立たないんだよね。こんな邪魔なところに出られても、しこれで操縦桿を左手に持ち替え、マウスでピヤーっと持ってきて、持ってきたのに、なんでそんなとこ行っちゃうの。いや、ちょっと一旦離れるか。ああ、違う、まだ太平洋側だ。全然、違うとこ行ってました。なんか、東北の方に向かってんのかな？嘘ついてました。全然、日本海じゃないです。やっぱ地図があると安心ですよ。北海道とか行くのかな。高度は3600フィート、あの飛行機見ればいいのか、37003万7000フィート、高えな。高度1万メーターを超えているってことか。国際線の高度ぐらいかな、3万フィートっていうとあんまりよくわからんけど、おっと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 、ブレーキブレーキ、いやブレーキ展開、なんか
だいぶ空気が薄くなってきた感じがしますね。操縦がなんかなんていうのかな、機体の挙動が柔らかくなってきます。36,000フィート、サザンが962、高度1万メーターぐらいかな、1万メーターちょい超え。38だから、まあそうだね、1万メーターぐらいを飛んでいます。お、下雲がいっぱいだから、お天気が悪いにしても空中はあれですね、雲の上はいつも晴天、晴天365日、なんかの漫画のタイトルだったような気がするの。F16、 なんかどっかに向かって飛んでいきますが、まあアメリカ空軍なのでおおむね味方でしょう。しまった、正面にホーネット、高度4万フィート、高いね。速度220ノット、ほんま、なんていうのかな、速度計も大気速度計なんで、まあ指示大気速度計かな、大気速度に換算すると、まあ、あの同じ220ノットとか出てても多分高度によって大気速度は違ったんじゃないかなと思いますけどね。全然覚えがないな。補正してんのかな、指示帯規則だって。 IAS ってやつですね。何だったかな、 AS はエアスピードですよ。 I はインストルメンタル、違う、インディケーテッド？ん？ちょっと、すいません。適当な記憶で適当なことを言ってます。全然わかんないと思います。
なんかここら辺に塊がいる。藤原の塊なんちゃって、中富の塊なんちゃってもう、一気スーパーホネットが反抗していきます。このゲームも世界中を飛ぶのが結構楽しいので、どうなんでしょうね。全然よその国の人がプレイヤーが遊んでるかもしれないし、まあ時間もあるけど、ちょっとまたちょっと速度が降りてきましたが、高度は変わらず。はあ、のんびりのんびり飛ぶ、いいもんですな。のんびり空を飛ぶ、ストレスがなんかヒューッとなくなっていくような。この週末あれだな、なんだったっけまず昨日朝4時に起きて、何だったかな、リスボンからジブラルタル、ポルトガルから出発して最後ジブラルタルってスペインなのかな、までなんかムスタングで飛びましたよ。ムスタング燃料満載して飛んだらロールが遅くて、もうほんとに難しい飛行機でしたよ。コンバットフライトシミュレーター1の時は私愛機にしてたんですけどね、 P51D ムスタング、全然その時の飛行機の飛行特性とは違っちゃってますね。まあなんかな、本当に違ってんのか。でもまあ燃料なんか満載にするとなんかムスタングってすごい操縦特性が悪くなって注意して乗らなきゃいけないみたいなことをなんか飛行機関連の本で昔読んだことがあるような気がするんですよね。なのでそうなのかもしれないけど、あれで戦闘するのは相当きつかったですばい。ロールは遅いし、あと失速特性がすげえ悪いし、一気にカットよく失速してスパーンと回りますかね。スパーンですよ、スパーン。もうね、ほいで一旦スピンに入るともうね立て直せないんですよ。まあそれは腕前の問題かもしれないですけど、なんかもう昨日は何回か落ちましたよ。燃料満タンなのに多分燃料の流量ライン切り替えるのが切り替えた方が分からなくて、まだ燃料ゼロじゃないのに燃料切れで落ちたし、やっぱり勉強もせずに乗るのはダメですね。スタングの総飛行時間はだから昨日の1時間半を含めて大体2時間ぐらいかな。もう多分乗ることないと思いますけどね。スピットファイアのが全然乗りやすかったですよ。まあ燃料満載じゃなかったかな、デフォルトだから半分ぐらいの燃料だったのかな、前スピットファイアの。スピットファイアは気持ちよかったな。まあ、ほんとゼロ戦が出ないですかね。ゼロ戦 A6M2 霊式艦上戦闘機三菱ですよ。三菱霊式艦上戦闘機21型、まあと52型かな、まあ、32型とか22型はどうでもいいですよ。正直21型と52型、お願いします。あとあれどこだ、中島か、中島リ
軍4式戦闘機機84か、ハヤテ。私のこのあれですね、コールサインの元ですね、1944年正式採用陸軍4式戦闘機ハヤテ、出してください。本当に超楽しかったな、あのイリューシン2でゼロ戦とハヤテに乗ってる時。自然界はねそんな大衆ファンじゃないんですよ。あれはねやっぱハヤテの方がまあまあ形の美しさですね、単純に好き嫌いだな。自然界は自然界有名で好きな人多いですけど、私はそんな大した飛行機じゃなかったと思っています。ハヤテの方が絶対良かった。まあまあ、あの諸説あり。お、前回ゼロ戦とハヤテが出たら P38 とか、あと P40 は負けプレに出てるんです。 P38 も負けプレに出てすげえ評価高いんですよね。 P40 も負けプレに出てるし、まあまあでも乗ってる人ほんと少ないからな、対戦機。まあさすがにちょっとあれかな、このゲームでは。まさにこのジェット戦闘機乗っちゃうとね、このスピードがね、もうどこ行くでもあっという間に行けますからね。あのギザギザしてるところがあれかな。岩手県とかのリアス式海岸っていうところかな。あ、コンコルドだ。あの人この前あれ乗ってましたよ確か。あ、記憶違ってるかもしれないけど、スーパーホーネットの乗ってて、ずいぶん上手な方でしたよ。ダークスター GT1982 って書いてるけど、日本タバコ産業1982年に電電公社から移ったんだっけできるだけコールサインを口に出すようにしてたのに言っちゃったダークスター。まあまあ、あのご安全に。北海道かな。どこに行くのかな。札幌かな。ところで札幌とか天気大丈夫かね。目の前雲しかないけどね。気持ちいいですね。じゃあトップガンマーヴェリック、まあトップガンマーヴェリック、まあ、何も話すこともないし、まあ話なんかしてもしなくてもどっちでもいいんですけどね
世界、どうなんだろうな。動画上げても視聴回数30とか20とかだと日本人の人がいるかどうかもわかんないですからね。おしゃべりしてても聞いてる人が一人もいないかもしれないですけど、トップガンマーヴェリック、いい映画でしたね。シン・ウルトラマン、シン・ウルトラマンもなんていうのかな、不満なところはありますけど、こう時間が経ってこうなんていうのか、嫌なところに対する嫌悪感がちょっと薄れてくると、あれもウルトラマンはかっこよかったですね。だから大絶賛してる人はウルトラマンがかっこよかってやったっていうだけでもう大絶賛してる人がいて、まあまあそういうのは全然わからんでもないんですよね。マーヴェリックはちょっとネタバレしますけどね、あれですよ、最後にトムキャットが出てくるとは思わなかったですよ。もうあれはまあまあ物語的に見たらリアリティとしてはまあなし寄りのなし、まあ専門用語で言えばなし寄りのなしですよ。リアリティをで語るならね、だいたい敵の領内っていうか敵基地に墜落して脱出し、敵の領内で墜落して脱出したパイロットが敵の基地の飛行機を盗んで、それで帰ってくるっていうのはね、なんていうのかなリアリティとしては多分ね、まあ確率的には 0% から 100% まであるじゃないですか。 0% だと思うんですよね、リアリティっていう意味では。だって墜落しましたよね、2人とも、撃たれてパラシュートで、あれね、2人が落ちた距離ってね、塔ですぐに行ける距離じゃないと思うんですよ、絶対ジェット戦闘機のスピード考えたら、あそこにパラシュートが落ちたって言って、おーって言って、ほいで2人とも元気で喧嘩してたりとかって、まあまあなんていうのかな、全然批判してるわけではなく、リアルかリアルじゃないかっていう話だけをすると、それはまあ現実的に、ありえない。それがまたすぐ近くに敵の国家のなんていうのかな、トマホークミサイルで攻撃された敵の基地まで徒歩で歩いて行って、でそこにある飛行機を、それがなんていうのかな、相手の基地の人にバレないように盗み出し、飛行機を盗み出して飛ぶ確率って、多分宝くじが当たるより低いんじゃないかな。だからそこのところで引っかかった人はあの映画はダメだと思います。ただそれが許されるかどうかっていうのがあって、観客がね、見てる人がそれまでに登場人物に感情移入していて、もうこんなとこで落ちちゃってどうすんのさみたいな、もうこの二人が帰っていかなかったらハッピーエンドになんないじゃんっていう、そういうなんていうのかな、どうしてもハッピーエンドに何が何でもしろって観客が思ってるから、私もね思ってましたよ。墜落されたら、普通パイロット敵の領内で墜落されたらもう完全に捕虜ですよ。まああんな作戦に従事してますから余計ね、公表もしないで撃ち殺されちゃうかもしれないし、まあ軍事情報を言わせようと思っていろいろと拷問とかにもかけられるでしょうしね。だから墜落された瞬間もなんていうのかな、そういう割と軍事的な知識みたいなのが、まあ、少ない人はもうちょっと受け入れやすいかもしれないですね。でちょっと受け入れにくいんですよ本来は。だけどもう、どうすんの、墜落されちまったじゃん、もう
もしかしてマーベリックって後の4人を生かすために自分が最後犠牲になっちゃう、これそんな物語なのみたいな感じになっている。でその後せっかく助けたのに、その攻撃ヘリコプターをやっつけるために、グースの息子ルースターが戻ってきてやっぱり撃墜されちゃって、ちゃう。じゃあこの2人が死んだらもう映画成り立ったんじゃん。もう何が何でもその2人にも帰ってハッピーエンドを迎えてほしいっていう観客の願いがね、そのリアリティをのなさを許すんですよ。もうどうしてもどうすんのどうすんのどうすんのってなってるところに敵の基地があって F14 があって、たまたま敵の兵隊がいない、そのありえないシチュエーションを許せるわけです。それでそこで F14 が出てきて、あ、もしかしてこの2人でこれ乗んのっていう、もうね、泣きましたよ。本当に F14、 これ羽が前に、あ、なんで羽が動くんだみたいなことをルースターが言ってるけど、そんなこと戦闘機のパイロットだったら知らない人がいるとは思えないんですよ。それもだからそういうなんていうのかな、飛行機の知識とかっていうのがない人に、なんていう説明してる、この飛行機は昔の飛行機でそういう構造になってたんだっていうのを観客に教えてあげる。でね、あれね、私完全に騙されてたんですけど、F14 が実際に映画に出てくるって一瞬も思わなかったんですよ。あ、知らなかった人がもしかしたらね、なんていうのかな、展開が読めたかもしれないです。敵の基地には、第5世代戦闘機と、もうすごいフルボッサー F14 トムキャットがいるっていうのを最初の方で言ってるんですよね、作戦のブリーフィングの時かなんかに。でその F14 がいるって言っても、もう飛行機のこと知ってる人は F14 戦闘機ってもう退役してて、もしかして稼働してる飛行機ってイランに輸出 してて、F14 って確かアメリカ以外ではイランしか運用してなくて、イランにもしかしたら動く飛行機があるかもしれない、動くか動かないか分かんないけど退役してないのがあるかもしれないって言われてるぐらいの飛行機しかないんですよね。だからもう F14 って動くものと思ってないんですよ、飛行機のことをよく知ってる人は。あるにしたって置いてあるだけだ。だからそこのね、ブリーフィングの説明聞いてもね、全然ね、残骸みたいな廃棄されたような飛行機が置いてあるのかと思うだけなんですよね。で、その F14 が物語に絡んでくると思わないんですよ。多分飛行機のこと知らない人は、あ、トムキャットがそこの基地にあるんだから、それがなんか物語に絡むんだなってピンときた人がいるかもしれないけど、生地知識があるがゆえに動くはずがないと思ってるところに登場ですよ。もうほんと泣きましたね。嬉しかったなで、第5世代戦闘機ですよ。第5世代戦闘機としか名前が出てこないけど、まあ前回の F28 よりはマシでしょう。F28、F5 戦闘機でしたからね。あ、じゃあ、MiG28。前作の MiG28。第5世代戦闘機。まあまあ、細かいところまで一緒なのかどうか知らないけど、どう見てもSU-4E57、フェロンですよ。負けプレで、売ってるからこのフライトシミュレーターでも飛ばせますけどね。でね、まあまあまあいいや。
でそれと戦うっていう、まあごっつ熱い展開になる、わけですよね。それでまあまあ「トップガン」ってもともと戦争映画なん、まあ戦闘機が戦う映画なんだけど、ジャンルとしてはスポコンものらしいんですよね。スポーツなんですよ。だから敵国も明らかにされないし、なんですけど、まあ、前作は、なんとなくソ連っぽい感じでしたよね。まあ、ミグ28っていうのは架空の飛行機ですけど、で今回はそれがね、なんかアメリカがなんとなく敵国にしたのがごちゃ混ぜになってて、F-14 がいるはずなのはイランだけなんですよ。ね、でイラン、それで、SU-57 が配備されてるんだったら多分ロシアしかないと思うんですよ。最新鋭の飛行機で多分輸出してないんじゃないかと思うんですよね。ロシアか、ごくロシアに近い。でならず者国家とか、まあならず者国家っていろんな国に対してアメリカは使ってるらしいですけど、なんか北朝鮮チックでもあるし、まあ、で敵のパイロットとか敵の兵隊の顔は一切出てこないので、敵のパイロットはもう、ヘルメットと、マスクで顔が全然見えなくなっちゃってるから、なので敵の国がどこかよくわかんないっていうのもよくわかんないけど、アメリカがなんかなんとなく敵対してる国を全部混ぜてみましたっていうのが、分かって、それはそれで面白いです。 F-14 があるって聞いた時に、あ、イランかねーと思ったら、第5世代戦闘機はフェロンが出てくるし、あと一つ言いたいんですけど、なんていうのかな、CG とか全部使ってなくて、全部実機でやってるみたいな、なんていうのかな、いろんなとこで紹介されてるんですけど、絶対嘘だと思うんですよね。まあまあ、いろんなとこで嘘だと思う。ただ、俳優が飛行機に乗って映ってるシーンは、多分、その実際に、飛行機の上で撮った、まあなんていうのかな、グリーンバックっていうのかね、まあ、昔はブルースクリーンっていうの、青いの前で撮ったんですけど、今緑色の幕の前で撮るんですね。グリーンバックの、まあ、ところで、演技は会話しなかったって言ってるので、それはそうかもしれない。全部実機の映像をうまいことつな、いで使ってる、まあでも、うん、のかもしれないです。ただ、F-14 トムキャットの実機飛ばして映画に撮れるやつ一機もないと思うんですよ。アメリカにあるのかもしれないんですけど、フライアブルの。多分ね、あんなアクロバット飛行みたいな飛び方をね、させることができるようなもの、飛行機ってないんじゃないか。多分あるとしてもすんごいお金がかかると思うんですよね。それから、次、さっき言ってた SU-57 フェロン。これはね、アメリカが映画で飛ぶたびにね、実機を空中で撮影することは絶対不可能だと思います。なんつってもロシアの最新兵器で軍事機密の、多分塊なんですよね。それからみんな大好きダークスター。あれ架空機ですからね。そもそも存在しない飛行機なので、実機を撮ることがは多分できない。多分架空機だと思うんだよな。なんだったっけな、映画の制作人がロッキードの実際に飛行機を設計してるような、開発してるようなところにそれっぽい形のもののデザインのっていうか飛行機の形とかを、作ってもらうように依頼したみたいなのをどっかで読んだ気がするので、まあ、架空機じゃないとすれば超極秘で開発している飛行機になるんですけど、ないと思います。実際には。なので、飛行機が出てるシーンも、飛行機のコックピットも、
全部作り物のはずなんですね。だいたいねマッハ10で空を飛ぶ飛行機を上から俯瞰してね撮れるようなカメラの位置ってね、そのカメラをどうやって置いたのかって話ですよ。あれしかもね、最高速度、記録する瞬間にね旋回してるんですよね。なんかまっすぐ飛んで U 字型に旋回しながら、まあ、U 字型に旋回しながらそもそも最高速度を測るっていうのがありえないっていうね。まあただなんていうのかな、それは別にいいと思うんですよね。いいとか悪いとかって言えば、映画が素晴らしければそれでいい問題であって、ただ CG 一切なしでなんか全部本物を使ったみたいな宣伝がしてあるところがあって、人がいて、それはさすがにないよねっていうふうには思います。まああのあれさっきも言いましたけど、ダークスターのシーン、あれは全部特殊撮影です、間違いないです。からミグ28、ミグ28じゃないわ、 F10、 とにかく SU57 のフェロンが出てくるシーン、あれも全部、嘘です、間違いないです。あとトムキャットが空母の緊急着陸で一機映画のために壊しますかっていう話ですね。あれも絶対合成です。あんな緊急用のネットに F14 トムキャット戦闘機を実機を突っ込まして、撮影するっていうのはありえないと思います。だいたい命に関わるしね。でこの橋をくぐるシーン、橋をくぐってる飛行機は本物かもしれないですけど、まあまあ何らかの合成が使われていると思います。あんだけちょっと危険すぎるかなと思いますね。映画で撮るためにあのシーンを作るのは CG でやった方が、コストも安く全然違和感のない映画作れると思うので、あれも、合成だと思います。ということで、ここで言いたかったのは何かっていうと、そのなんか嘘の情報が結構まことしやかに流れているよねっていうのがあって、でそれをなんか誰もこう、それはまあそれで仕方がないんですけど、それを誰もこうそうじゃないよっていう記事が目に入らないんですよね。それがちょっと問題かなと思って、ネットでトップガンマーヴェリックの映画のいろんな記事読んでると全部本当のものを使ってますとか、ツイッターでも全部本当のものを使ってますとか、なんかそういうふうに書いてあるんですけど、全部本物はありえないでしょっていうことを、なんか多分そっちの方が正しいんだけど、そういうのが、まあ、ほとんど見えないっていうのはなかなか恐ろしいことだなと思います。真実じゃないものが真実になってしまう。知らない人は分かんないですもんね。 F14 って本当に飛ぶ飛行機があるのかないのかとか、まあまあそういうなんていうのかな、社会問題をつらつら考えながらも、まあトップガンマーヴェリックは泣けていい映画だったよねと。私ちょっとミサイルの事情にはちょっと疎いんですけど、空対地ミサイルサム、あれもあんな4連装のあんなのあるのかな。あれもちょっと全然調べる気もないんで調べてないですけど、あれもなんかパッと見た感じ、嘘臭かったですね。あれでいかにもなんか空を監視してますっていうところを、そのサムの、谷の中を飛行機が駆け抜けていくシーンがあるんですけど、まああのあれですよ、見張りをの目をごまかして入っていく忍者みたいなもんですよ。そういうシーンなんですけど、それもまあちょっと
笑っちゃうところでは、笑ってはいないですよ。その時はもうすげえ物語にのめり込んでるから、後から思うとあれちょっとおかしかったよねって思うけど、その時はねもうホーネットがかっこいいからなんか手に汗握る展開になってるわけですよ、心の中でね。うん、見てる間はもうこれっぽっちもなんていう、物語でフィクションですからね、全部本物を使ってるって、まあ少なくともミサイルで撃墜されてる爆発シーンが本物だと思う人はいないですよね。まあだから全部本物だ、説に対しては説っていうか、それで本当に全部本物だと思っちゃってる人がいるかもなっていうのがちょっと、問題じゃないのっていう気はします。まあまあ映画の価値とは全く関係がないです。トップガンマーヴェリックは5点満点中で6点の映画。アンブルーレイは買うな。ただなんていうのかな、すごいなんか心を揺さぶられ感動をさせられる映画だったんですけど、で大傑作だとは思いますけど、まあそれでもなんかエンターテインメント、まあ娯楽として以外の何かが残るかっていうと、それは全く何もないですね。なんか人生について考えさせられる何かがあるとか、世の中の真理とか、善悪について考えさせる何かがあるとか、そういうなんていうのかな、思想的な知的な何かがあるかというと、そういうものがある映画ではないと思います。ただまあトム・クルーズかっこいい、もうとにかくかっこいいですよ。うん、もう英雄っていうのはああいう人のことを言うんでしょうね、やっぱりマーヴェリックよかったですよ。まあまあ私が言わなくてもみんな、私が言っても多分聞いてる人がいないと思いますけどね。まあまあそれはそれでよし。さあもうあれが何？何だったっけ？恐れ山のあるところ。なんだ何半島だったっけ？右側。津軽半島と下北半島。全然地理が分かんない。っていうかこういう地理の無知さをさらけ出すたびに、そこら辺近くでは暮らしてないなっていう住所特定のネタが増えていきますな。まあ何しか恐れ山のある半島ですよとしか知らない。恐れ山いっぺん行ってみたいなと思ってるんですけどね、本当にあんな おどろおどろしいのかな。板子のおばあさんはまあ思いっきりなんていうのかな、嘘っぽいのを昔テレビの番組かなんかで見たことがありますけどね。さあ青森県を抜けて目の前に見えるのは北海道の大地ではないでしょうか。東京羽田からアジェンダ JAL 556便が飛んでまいりました。ああ延々と全日空の日、エアバスかな、エアバスだと思うんだけど。
エアバスの320のフライバイワイヤー版の飛行機なのかな、ちょっとよくわかんないけど、全日空の飛行機を護衛しながらここまでやってまいりました。素晴らしいですなぁ、このほんとこのゲーム楽しいなぁ。 VR ってほんとすげえなぁ。やっぱなんとなく札幌に向かっているのではないか。札幌？あれ、ど忘れしちゃった。札幌のところの空港、ええー、何だっけ、ほんと年食うと全て忘れるな。札幌からちょっと離れてんですよね。空自の基地もあって、そんな言葉が出てこないことってあるか。あるんだな、最近。最近っていうか、ちょっと前から。だいぶ前から。千歳だ、千歳。千歳空港行きですな、多分。もう本当に悲しいっていうか、嬉しいっていうか、まあまあ、忘却力ですよ、忘却力。いいね、忘却力。あの物忘れがひどいってなんか悪いことのように思われがちですけど、まあいろいろ不便なことも多いんですけど、生きるのは楽になっていいですよ。嫌なことも全部すぐ忘れちゃうからっていうか、ありとあらゆることを忘れて、ありとあらゆることは忘れないけど、それは極端だけど、なんか生きやすくなります。おお、この前のコックピットの後ろにあるなんかマークが結構かっこいいですよね。あれは何なんでしょうね。よく見るけど。いや、しかし美しいフライトですよ。ほんと最高。この飛行機が前に2機ぐらい止まってる。あそこが千歳なのかな。図だとよくわからない。まあなんつってもライトユーザーなので、広報とかもちゃんとしっかり、フライトプランとかも立てないですからね。あ、でもこの前なんか何だったかな、橋をくぐるミッションをしたんですけど、まあかなり難しかったんですけど、この F15 でくぐるの、まあ難しいか優しいかは人によるので、まあお茶の子さいさいでできる人もいると思うんですけど、は結構ね、谷を巡っていくと道を間違えるので、飛行場からそこまでのフライトプランをちゃんと作りましたけどね。ちゃんと作って保存、セーブしてあります。
あの空港もなんか後で調べるとか言ってて調べてないですね。あれどこの国なんだろうな。なんかツイッターのツイートで、トップガンマーヴェリックみたいな橋があるのでここで、くぐるの練習してますっていうのを見て、で、モッドがあるのは知ってたんですけど、私別にモッドを入れないので管理しないので、しないっていうか、まあ、管理するのがめんどくさいのでモッド入れてなくて、なのでそこの場所まで行って、だいぶトライしましたよ。ね、ここで聞いてる人がいるかわかんないけど、アッコをトライするのは、まあ、一番近くの空港から出て、まあ、谷をどう行くんですけど、最後くぐる瞬間、くぐる瞬間どうしたらいいのかっていうのはすごい、結局あれ何回ぐらいやったのかな、30回ぐらいやって、最後2回成功したのかな。で、一番最初に成功した時は、ぶつかっても死なないモードにしてたんですよ。で、もしかしてこれ通れたの、そのぶつかっても死なないモードだのが、で、通れたんじゃないかなと思って、で、もう一回その、今度はぶつかったら死ぬモードにして、で、まあ、動画にしてあげたんですけど、あれね、最初、普通に5、600ノットで、バヒューンって通り抜けようと思ってて、で、まあ、取れることはあるんですけど、南側から行くとね、あれは真正面に山があるんですよね。で、通り抜けてすぐ後にね、左に逃げないといけないんですよ。まあ、上から来れば、まあ、全然、入る側が細くて、今度は出る側が広いっていうことになるんですけど。あれか、ああ、ずいぶん高いとこから入っていくな。ねえす。ちょっと高すぎではなかでしょうか。うまい、行っちゃった。え、びっくりして何話してたか忘れちゃった。何の話してたっけ。おお、すごい急降下、しかもすごいスピードで。これは面白い人の後ろについたな。400ノットまず6800フィート。300ノットまで減速。うわ、びっくりした。はい、おかえりなさいまし。あ、そうなんだ。うん、うん、うん。ごめん、ごめん。飛行機飛ばしとった。今、どっか行っちゃった。
今から挙動が激しくなるかもしれないので、あ、そうか、橋をくぐる話をしてたんだった。そうだそうだ。どうだったっけ？どこまで話したっけ？あ、そうかそうか。最初5、600ノットで普通に高速に突き抜けようと思ってたんだけど、あ、そうそう、前に山があって。右に置けなきゃいけないので、で今度は逆にね、着陸するぐらい低速でフラップを下ろして200ノットぐらいで通ろうと思ったんですよ。そしたらね、もうものすごい難しいんですよ、通るのが。200ノットぐらいでフラップ上げてるとね、ちょっとバンクしただけでね、方向がすごい変わっちゃって、この穴をくぐり抜けないられないんですよね。バンクした瞬間に機首が右に逃げようとするから、右バンクで抜けようとするんだけど、まあ右にロールして、こうすると機首がすごい右に向いちゃって、橋桁にぶつかっちゃうんですよ。それもすごい何回かぶつかって、最後はフラップを下ろさずに300ノットぐらいでくぐり抜けるのが、一番良いという結論になりました。最後だから、最後の4回ぐらいその条件でトライしたのかな。そしたらまあ無事に抜けていくことができました。途中までの谷もすごい楽しいんですよ、コースまあ欲しい人がいたらフライトプランどっかにでお渡ししますけどねうん、あ、でもまあトータルで言うと着艦が多分50、私が思ってる回数は51回でも、まあ数回のブレはあるかもしれない。50回ぐらいだいたい着艦で A 判定。A 判定つっても、なんか多分ギリの A 判定なんですけど、ホネットの着艦チャレンジで A 判定もらうのに50回ぐらいかかったんで、それよりは回数少なかったと思います。多分30回ぐらいかな、やったのは。そのね、抜けられないんですよ、あそこの穴が。それで、抜けた後にすぐ山があるので、それがまた厳しい。あー、200ノットになったな。そろそろフラップ下ろすかな、悩むけど下ろそう。200ノットになったらフラップは下ろす。よし、旋回してアプローチに入りますか。どこにあるの、飛行場、あの方か。まあまあ編隊飛行の時はその飛行機についていくだけなので、全然自分でコースをどうこうとかはしない。もう隊長が死んだら自分も死ぬ、そのくらいの。まあでも、遅く飛べないので、一緒に着陸しようとすると隊長が生きてるのに自分だけ死ぬってことが多いですからね、けどねもうちょっと遅く飛べると思うんだけどな、この飛行機。ものの本によると進入速度大体125ノットって書いてあるけど、これ150ノットぐらいいるんだよな。燃料が重いからかな。今日はちょっとだいぶ燃料が減っているので、もうちょっと定速まで耐えれるかもしれないです。あ、見えますね。今ちょうどベースターンに入ったとこあたりですかね、感じ的には。さあ、全日空のパイロットお客さんが乗ってますからねお客さん乗ってるけど、さっきの急降下ちょっとお客さんもびっくりしたかもしれないですよ。なかなかの急降下でしたよ。しかし数百人の乗客の命を預かるパイロットとして、どこら辺でファイナルターンに入りますかね。
うん、いい感じでございますな、隊長。今高度7000フィート、7000フィートまあ高いけど遠いからいいんかな。さあ隊長着陸しますよ。北海道の大地に、北海道の大地が私たちを呼んでますよ。ちょっとまだきっちり乗ってませんぜ隊長。隊長じゃねえけど、隊長じゃなくてこの場合は護衛のあの対象の飛行機ですけど、キャプテン、ああそっちに行くと避けずれる気がしますよ。もうちょい右です、もうちょい右、右じゃないのか、いいのかこれ、まあ速度ベクトル的にはいいのか、オラの感覚がずれてるだけか。いいですね、見える角度からしてもなんとなくグライドスロープもそんなに悪くないのではないでしょうか。